どうも、すなです。今回は先日初めて購入した三脚を使用して長時間の光撮影をしようと思って、埼玉県にある日本百選の滝の一つでもある丸神の滝というところにやってきました。いや、すごい、もうここに滝があるね。すごい、もうここに滝がありますね。丸神の滝行くまでにも結構たくさん写真撮れそうですね。とりあえず1枚撮っておきます。今回長時間録音撮影するんで、基本的にはああいった水の流れをこうシルクイートのような感じで見せる表現をしてみたいと思ったので、丸神の滝に来てます。ああ、めっちゃ癒される。緑がいい。戻っておくか。ああ、すごい。ああ、めっちゃいいね。いや、取るものいっぱい。被写体の宝庫ですね。いや、苔もいいですね、これ。なんかずっと。こんなんやってたらずっと丸神の滝にたどり着けないかな。あ、いいっすね、こういう光とか。こういう光がいいんだよな。あ、雲の巣かかった。よいしょ。丸神の滝って SNS で結構調べてたんですけど、なんかね、その駐車場から15分ぐらいにこう行けるところにあるっていうのと、あと、なんだろう、結構皆さん私服で行かれてる方が多いので、まあ、登山装備とかね、そういうなんだろう、トレッキングシューズとか登山靴とか履かなくても、まあ、いけるのかなって思ってはきたんですけど、まあ大丈夫ですね。まあでも普通に山道ですね。マスクすると息がきつい。ここにまあ滝ありますね。まあ、滝って言っていいのか分かんないですけど、こういうのは、まあ、人工的に作られた滝というか。あっちも後で行ってみようかな。あっちも後で撮ってみたいと思います。まずは丸神の滝を目指していきましょう。普通に山だこれ。いや、久々登山というか、まあこういうなんだろう、ハイキング自体がすごい久々で、前は半のアルプスかな行った時以来ですね。いや、あ、ここも綺麗だね。
苔にこう光が照らされて、ちょっとやっぱ写真撮ろうかな。よいしょ。どうなんだろうな。こんな感じかな。今回滝をメインに見に行くっていうのがね、自分の中では新鮮で、いつもこう山登ってその途中でね滝があったりとかっていうのはあるんですけど、今回はもう滝をメインに見に行くっていうね感じで来てます。これはここ渡る人にとっては命大事にってことですかね。いや、後で行こう。あ、あれか、出てきましたね、正面に。あれでしょう、丸神の滝。ほう、ビッグスケールだね。あ、やっぱ来てよかったな。来るまですごい躊躇してたけど、遠いなとか交通費高いなとか、やっぱ来るといいもんですね。後から登ってくる方見えましたけど、おー、すげー、現在自分一人ですね。うわー、マイナス4、半端ないな、やば。早速撮りましょう。やべえな、これ。あ、すごい。じゃあちょっと早速三脚使って長時間録音してみましょう。いや、どこがいいかな。あ、ここがいいね。あ、すごっ。何ここ。滝はもう堪能したので帰ります。あ、この辺なんかすごい綺麗だね。シャッター速度上げて
まあ、切れ切れ。あ、綺麗だね。シャッター速度1250。うん、ちょっと、ね、ISO 上げましょう。 ISO を上げてこれぐらいか。綺麗、シャッパーンって感じ。蚊がいっぱいいる。あ、すごいな蚊が。よし、じゃあ戻ろう。よし、いや、ここすごいんだよな、ぬかるむ。うおっほっほ。うわー、すごい。沈む、沈みますね。これどう行ってきたんだっけ。こっちか。どうやってここまで来たか忘れちゃった。よいしょ、はあ、よいしょ、はいはい、無事戻った。ここも滝なんですよ。でまたね、こういうところにね、撮影スポットがあるんですよね。撮っていきます。はい、シャッター速度上げて、ちょっと ISO 高くしてシャッタースピードを800ぐらいまで上げましょう。で、この水しぶきを止めてみたいと思います。もうちょっとシャッター速度上げましょうかね。1250、ISO1000、これでいきましょう。お、いいじゃないですか。はい、ファインダーね、危ない足元のところで覗き込んで撮影に集中しすぎると危ないんでね。あ、いやでも来てよかったな。平日なんで本当人もいないですしね。まあ、丸亀の滝のところではちょこちょこ人はいましたけど、本当一人でいられる時間も結構長かったんで、本当いろんな角度からね撮影に集中できたりもするし、あれがね土日とかだとやっぱり場所取りというか、ね、限られたところでの撮影でしかできないと思うので、やっぱ平日に来るといいですよね。よいしょ、いやカメラって楽しい。カメラ楽しいな。よいしょ、ね、カメラ一時期は買ってすぐもう売ろうかななんて思っちゃったけど、やっぱ続けてると楽しいですね。楽しいし、まあ今本当ねこのコロナがあるんでいろんなとこには行けないですけどね、
まあ、県内でいろいろ撮影できるだけでもありがたいです。ああ、ここもすごいね。あ、ここもいいスポットだな。すごい緑が綺麗、苔。蚊がいっぱいいる。蚊がすごい。ISO ISO は100で戻して、縦でも取っていきましょう。やっぱ滝は縦ですね。うん、やっぱ縦に落ちてるから縦で取るべき。うわ、緑すごいな。うわ、てか蚊がほんとすごい。うん、いや、ここはもう向こうまで近づかないで退散します。さっきクマ注意って書いてあったんで、クマ出んのかな。まあ山だからね、山にはクマはつきものだもんね。でもこんだけ暑いからクマも日中ね、こうやって舗装された道なんかは特に出てこないとは思うんだけどね。あら、すごい。あー、ここなんかいいじゃん、こういうの。こういうのいいよね。難しい、引けばいいのか。いいね、いいね。やばい、なんかこう蛇口っていいな。あ、電車になっちゃった。ちょっと椅子あげよう。シャッター速度60分の1。テレタンで。うん。熱い。いや、ここいいよね。来る時もやっぱここの眺めいいなと思ったけど、撮るか。露出が明るい。癒される。あー、戻ってきました。いやー、暑い。
いやでも本当お天気いいな。青空、青空、青空撮るか。あ、バス来た。あ、なんかいいねこれ、ちょろちょろしてる。あ、めっちゃいいじゃん、なんかいい綺麗な花がある。これ何、うわっつ、しかしうわいいじゃん、水しぶき。ここからあのちょろちょろから出る水しぶきがちょうどいい、いい感じにこの花を、シャッター速度よし、 OK、 線でか、こっからはいいか。こっからはめっちゃいいじゃん。あーいいね、どんな感じがいいかな。こんなちょろちょろ入れたいんだよな、こんな感じか。縦でも、あ、めっちゃいいじゃん。縦でも撮る。うわ難しい。チャレンジャー。 OK、 このお地蔵様も撮っとこう。暑い暑い中見守っていただいてありがとうございます。